鎌田さん、見下していたリバプールに移籍へ。ジャーナリストが報じられてないけど、ズバリリブアプールだと思ってる情報をちらっと聞いたと、ボランチ2枚が移籍したらあるって。リブアプールが保険からラッツィオとかに、高額移籍金でふっかけるの張り替えできる。おそらくリブアプールではサブとして、欲しいということなんだろう。リバプールもインテルもアンカーをサウジに取られたから、探してるのはアンカー、鎌田より遠藤渡る。いやリバプール派インサイドハーフも足りない、誰かが怪我したら終わる。今リバポ派セインスのラグや、アンカー、が具体的な噂になってるけど、インサイドハーフで具体的な噂になってる選手派いないんだ。鎌田関係なくリバポがここからさらに中盤取りに行く可能性派高いんだ。うおお。中盤足りてないのにマクアリステル取った、波上弱、鎌田派リブアプールに移籍する、これ保存しといてくれ。リバプール、そんな上手いやついないのに、そんなチーム入ってええんか。